はい、どうも、ボッカン監督と申します。本日もウイニングイレブン2017マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。本日はですね、前回獲得したスペシャルエージェント、こちらのねガチャ券使ってねガチャ回していきたいと思います。ベストオブセプテンバー初めて回しますね今日。獲得候補リストがまあどんな感じか、まあネイマールが一番いいってことですね。まあまあまあいいでしょう。行きましょう、まあ、ガチャ券なんでね気軽に回します。行きます。全然黒流れてへんな。ほんまか。これはちょっとね、厳しいな。もうなんか銀が出る気しかせえへんぞ。言った橋から来たわ。アンドレ・シューバ。シューバよう来ますね、なんか。シューバ系多いな。はい、ということでね。まあ、アンドレ・シューバ今回は獲得ということになりましたね。はい、それではね対戦相手の方決まりました。レーティング748の方ですね。これは強いな。なぜならね3トップ、すごくなってますね。左からネイマール、えバグってるやん。え何これ、やばないですか。バグってんの治った。クリロナ、ネイマール、メッシ、わけわからん3トップなってるやん。このえぐいな。ちょっと待って、なんで、どうしようかな。ロイスとか出したいけどやで、出すほど余裕ないな。どうしようかな。ディバラ一発目からディバラ使ってみる。これでいこうか。結構絶好調。もうめっちゃおるやん。ほら。右半分もう絶頂だらけやで。右からあんま攻めへんけどな。相手はクリロナ、ネイマール、メッシ。これね、最強の3トップ。あの、バロンドール。候補3名ですからね。やばいっすよね。昨年のね、バロンドール候補。ベスト3ですよ。まあ、ディフェンスラインはそんなに強くない感じか。でもまあ700台から多分めっちゃ強いんやと思います。おっとまあね、この3トップでもね、打ち砕いてやりましょうか。多分ね、リセマラでしょうね。これリセマラ入れる。皆さんこんばんは。ただね、レーティング高いですから。神戸対リバプール、この試合の模様をお届けしてまいります。ここやればできる、やればできる子っていうのはね、やらない子に対してしかね使うことがない。今日はよろしくお願いいたします。やればできる子、誰でもやったらできます。ゲームはすでに始まっております。神戸対リバプール、やってできへんやつなんて俺、まあ、いわゆる強豪同士ということでベンチも含めて選手層が厚いですからね。そんな今日はどういった使い方をしてくるかでしょうね。からね、注目するポイントの一つですね。頑張ってやりましょうよ。リバプールは先日人事に動きがあったようですね。クラブの優秀なエージェントが連れてきた選手と無事契約したそうです。そうですね、その人の名義もあるんですけどもね。僕か、僕の方ですね、確か。あ、そうかそうか。その時連れてきた選手が運命なんですよね。アルダクラブ、リバプールは監督との契約について任期満了が残りわずかなんですが、まだ更新に至っていません。どうご覧になりますか。そうですね、大丈夫よ。何か考えはあるのかと思うんですけどもね、もしかしたら他に誰か使ってくれるかもしれませんけどね。まあどちらにしても今は3トップやからね、ゲームに集中していくことがチームとしてベストだと思いますからね。まあ3人に仕事をさせんようにね、できるだけ早いところで帰りたいところです。セルジロベルト、神戸、手元の資料ではワンタッチプレーが強みのチームというデータがあるんですが、どういったプランで対処すればいいんでしょうか。まあとにかくスペースのケアになりますよね。人数をかけてスペースを消すようなディフェンスラインを形成して、恐ろしい意識してプレスに行くのがベストだと思いますけどね。ちょっと待て、相手のパスを許すスペースを与えることが重要になりますよね。退却、一位退却。このボールをカットします。おお、これパスで繋いで攻め込んでいきます。リバプール、待て、オッケーオッケー。ちょっとボヌッチ焦りすぎやで。リバプールは早い段階からボールを支配しています。ボールのどころか、オッケー、おいおいおい、何し、モーラー、惜しいシュートです。
焦りすぎや。かー、ポストに当ててもたんか、今。絶好の先制するチャンスやったんやな。長いボールを振ります。さあ、繋がるか。やばい、まあ、トラウト。自分で行く。メッシ、これは怖い。ボールが上がる。だけだ、やめろやめろ。おいおい。右サイドからのクロスで得点するシーンが多いというデータがあります。オッケー。行こう。アンデルソン・タリスカ。ディバラ。スルーパス。ルカス・モーラ。モーラ、モーラ。足元のクロス。来た。惜しい。キーパー、ブフォン。直接処理しました。セルジュ・ロベルト。あの。クリスチャーノ・ロナウド。ボール入りましたよ。はい、次はネイマールから来ましたよ。抜けてくる。一旦前を取る。上げさせたら絶対あかん。今、おいおい、上げさせてあかんって言うてる。言うてるそばからか。危ない。ドルーズボール。大丈夫、大丈夫。サイドに。オッケー、オッケー。お、やめろ。裏へ届くか。オッケー。おい、何してんねん。バルザビ、おい、めっちゃ速い。あ、やばい。キーパー、よし。ナイス。トゥラ。オッケー。アルダトゥラ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。これはでかい。あ、ちょっと待て。さあ、右へ預けて。いいよ。パスをつなげます。裏のスペースへ。よしよし。まあまあ、ここまで来たからね。ネイマール。おお、ここまで来て。カウンターまずやろ。ネイマールや。危ない。チャンスだ。拾いたい。やばい。絶望的な音がする。スペースへ出す。やられた。いやー、ほんま。なんという。リバプール相手に先制点をもぎ取ります。ほんまに。ゴールパフォーマンスが披露されてるからね、これ。ザザさん、ギリギリの飛び出し、見事でしたね。そうですね、まあまあ、本当に際どいところを狙ってのスルーパス、オフサイドかなっていうところへのボールっていうのはね、やっぱり決定的なシーンにつながりますよね。なるほど。なるな。うまく言えないですよね。先制ゴールが決まりました。1対0。もう一点取ることによって、石原イレブンに負けたくないですよね、なんとなく。こうメンタリティの部分大きく違いますからね。なるほど。オッケー。どうか。あ、やばい。これはカウンター食らうパターンや。裏を狙っていきます。大丈夫大丈夫。チア惜しいわ。えっ、おい、おうまいこと取りよった。縦にボールを送ります。マリアン。アンデルソン・タリスカ。ここで前を向けるか。さあ、繋がるか。さあ、シュートレンチだ。シュート。オッケー、ナイスナイスナイス。決めた。いいぞ。いい感じでね、崩しましたね。ゴールパフォーマンス披露する時間もなかった。いや、動きのあるゲーム展開ですよね。またすぐに追いつきましたからね。やばいぞ。こういうのやばいね。アルダクラ。ここは相手のマーク。うわぁ、くらったくらった。マジくらったわ。神戸、勝ち越しのゴール決めています。ちょっとね、なんかついてかれへんかったよ。リアノ・ロナウド、今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。どっちや、いや、気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね、今のは。オッケー、マイボー。1点をリードしてリスタート。はいはい、ちょっと中央の方に寄っていきましょうか。ディバラ、収まった。フリーだ。長いボール縦へ。まずいぞ。スルーパスを出す。かなりやばい。クリスチャーノ・ロナウド、カウンターを仕掛けます。はい、オッケー。神戸としては突破できませんでしたけどもね、はい、行ければチャンスでしたからね。やばい、そうですね、みたいな位置では勝負していった方がいいですよね、はい、なるほど。やばい、よし。はい、お疲れ。セルジ・ロベルト。あ、マジか。前半終了です。まあね、後半巻き返しましょう。ハーフとなりました。もうここからはね、ネイマール、フィールドはメッシ、何もさせません。はい、それではね、後半戦の方を迎えたいと思います。リバプールのキックオフでスタート。おい、リバプールとしては早めにペースを掴んでいくためにも、この立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね、うん、なるほど。結局メッシが、ちゃうな、クリドナが中央なんだ今。ネイマール。オッケー、危ない危ない。縦へのボール。おいしい、おいしい、おいしい。
おおおお。味方を走らせる。おお。セルジロベルト。ちょっと狭かったか。アルダトゥーラン。で、待ってくれ。大きく前線に入れます。流れを止めます。ルーカス。おお。アルダトゥーラン。アンデルソンダリスカ。強いなこのアルダトゥーラン。クリスチャーノ・ロナウド。やはりね。結構な負けてもな、この区間はな、それなりにもらえるからな。スリーだ。ルーカス。だからって負けていいわけじゃないよね。縦に送ります。あ、もうわかんない。神戸としては先ほどから守備がマークの相手に対して距離を置いて構えてますけども、背後のスペースを意識してるんでしょうね。それはスルーパスの対策ということになるんでしょうか。そうですね、浮かせたスルーパスなんかにも効果的ですよね、うん、ただ常に相手と一定の距離を保つマークをしているので、だんだんラインが後ろに下がってきてしまうんですよね。分かんな。そうすると中盤にスペースができやすくなってしまうので、ええ、しっかりと味方の中盤がボールに寄せて起点を潰すケアが必要になってきますよね、うん、え、ちょっとおいおいおい、体にやつ潰すな。おい待て、おな、そうなんですよね。未然に防ぐ。アンデルソン・ダリスカ、もう一つ前に行きたい、前線へ。この長いボール、ね、やばいな。いいボール入りましたよ。ボールはメッシへ抜けてくる。はい、取った。レイス。縦へのボール。セルジロベルト。裏のスペースを狙う。ちょっとディバラ疲れてるからな。シエットだ。ディバラ。これは良くないんだよな。裏に味方を走らせる。あ。縦にボールを入れます。さあロナウド。あ、なんかすごい。裏のスペースへ。いいボールですね。やべえな。ボールはネイマールの展開ですね。シュがちょっと辛いよ。上げる。わざと。危ない。守護神が当てる。あ、やばい。ロナウド。危ない。よしよしよし。終わった。いや、ファインセーブです。キーパーの反応が素晴らしかったですよね。入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。長いボール縦へ。持った、縦に入れます。スルーパスを出す。まずいな。メッシ、サイドを縦に走らせます。中に入れる。ロナウドのシュート。セーダー。あのヘッドで、ここで引き離せばあんな感じ始めるぐらいですから、もう勝負決まったようなものですからね。裏へのスルーパス、サイドのスペースを使う。いいボールだ。コース開いた。インターセプト。おしゃ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 。さあコーナーキック、リバプール。選手変えるで。どうしようか。そのディバラが絶対無理やからな。ミューラー行くか。ジェミー・バーディー使うか。どっちかな。ミューラー行ったる？セカンドトップつながりでな、ここをこうして。待て待て待て、ミュラーはね契約があるからやめとこう。バーディー行こう。不調でもいけるやろお前なら。いけるいける、できるって。どうしようか。ルーカス・モーラかな。もうなんかもう無理っぽやろ。無理っぽい顔してる。この試合初めてのコーナーキック。やめてるで。試合のシーンか。じゃあ帰るのか。さあどうだ。ボールはやばいやばい、なんやこれ。クリスチアーノ・ロナウド完全になんかなっとったで。ルーズボールになります。なんていうやろ。チャンスだ。長いボールを送ります。ロイスから右へ、また中央へ。来た。あかん。マテュイディ、なんかトロトロトロっとしてるな。言ってる意味はよくわからんかもしれんけど、ゆったりしてる。やめて。ここは競り勝ちます。ボヌッチ、神戸、落ち着いて時間を使います。
リアーノ、素早いパスで攻め上がっていきます。全然素早くない。ややトゥーレ、あっと危ない、詰められましたからね。マリアーノ、アリ気味のボール、追いつけるのかな、難しいな。誰だったっけ、バーディーやな、当てるか。うわ、ちょっとでかい、こいつはでかいな。オッケー。こう今のようなショートパスでつないでビルドアップする形が非常に多いんですよね。そうですね。フロレンツィ。長いパスなんかも織り交ぜていけば、さらに攻撃に変化をつけられて相手ディフェンダーも守る。赤ロスタイム全然あれへん。上げてくる。赤は。ここで笛です。いやー悔しいな。このスリートップに負けたのは悔しいわ。惜しくも1点差で敗れました。しゃあないな、しかし。さあ、いかがでしたか。ここまでゴールシーンが目白押しだと結果ともなく、いやこれ入っとってよかったんだけどな、ルーカスもらんな。違いますよね。面白い試合でした。なうーん、そうですね。ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時間です。やっぱりね、群を抜いていい、いいっすよね、メッシクリだな。本日はありがとうございました。ありがとうございました。メッシクリだな、ネイマール。2対1で惜しくも負けてしまいました。でもネイマールが一番欲しいんやけど、ネイマールはポジションが被ってるからやっぱね、メッシもねポジションないからな、実際のところ使いづらいっちゃ使いづらい。あとは、右の選手やな、やっぱり右サイドハーフ、右サイドハーフを誰にするかって、ウィリアンが欲しいな。2016で大変を、2016、2015とお世話になったからね、ウィリアン欲しい。あとディマリアぐらいか。ああ、これは決勝点になりました。はい。とっても悔しかったです。ご視聴ありがとうございました。